今日いい形で、まあ、先制できてから、まあ、セットプレーで1点やられて、まあ、前半終わった時点ではどっちに試合が転ぶか分からない状況でしたし、自分たちも後半いけるんじゃないかと思ってたので、まあ、失点目してから、我慢の時間帯が続いたんですけど、まあ、リスクを負った分最後、3点目やられるということは非常に悔しかったですし、まあ、キーパーとして2試合連続で3失点、やられるというのは非常に悔しかったです。そうですね、今日負けたことで、下向く必要もないですし、中には反省しないといけないことをチームとしてだからあるので、そこはしっかり反省して、次ホームで大事な福岡戦が控えているので、また体のケアをしっかりしていい準備で福岡戦に挑みたいなと思います。